アーサー・ウィリアム・ワーマス・ジュニアは、アメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍の将校として、第二次世界大戦に従軍し、バターンのワンマン・アーミーの異名で知られた。また、1942年4月から1945年8月までは、捕虜として収容されていた。1915年、医師で、第一次世界大戦への従軍経験があった父と、母。 クレア・ナタリー・ローレンツの息子としてサウス・ダコタ州で生を受けた。姉のナタリーはプロのダンサーで1940年代にはタリアの芸名でシカゴを中心に活動していた。ワーマスは少年期をシカゴのレイクビュー近くの家で過ごした。また第二次世界大戦頃にはミシガン州トラバースシティに暮らしていた。1932年、ワーマスは ノースウェスタン陸海軍学校を卒業した。青年期の彼は、スポーツ好きで、ボート競技、フットボール、陸上競技、野球など、様々な競技に参加していた。この頃はチームメイトから、サッチというあだ名で呼ばれていた。フットボールチームでは、ガードやタックルのポジションを務めたほか、野球では、外野手を務め、打率は、299だった。陸上選手としては、 砲丸投げや円盤投げに参加していた。卒業アルバムでは、スポーツ選手としてのワーマスについて、守備の時、彼は誰も通さないハードな男だった。攻撃の時、多くの得点が彼が開いた穴によって得られたと、紹介している。その後、ノースパーク大学では、予備役昇降訓練課程に参加し、また微生物学の学士号を得ている。 1935年6月1日、シカゴにて、ジェーン・ウィルキンスと結婚。彼らの婚姻関係は1947年の離婚まで続いた。1936年、ノースウェスタン大学在学中に陸軍将校となる。不評か予備役将尉に任官したワーマスは、市民保全部隊に配属され、ミシガン州ウォーターズミート近くで勤務した。 この頃に荒野におけるサバイバル技術を学んだという。1941年1月には現役将校としてスーセントマリーのフォートブラディに派遣され、4月までここに勤めた。1941年12月10日、日本軍のフィリピン侵攻が始まった後、ワーバスは大尉に昇進するとともに、当時の米軍内では数少なかったフィリピン人部隊であり、 フィリピンスカウト部隊の一つである第57不評連隊に配属された。1942年1月5日、ワーマスは185人のフィリピン兵によって自殺狙撃隊として知られる部隊を編成した。これは戦線後方まで浸透して活動していた日本軍狙撃兵を排除するためのカウンタースナイパー部隊だった。それから3週間のうちに 自殺狙撃隊は45人の戦死者を出しながら500人以上の敵兵を殺害したとされる。ワーマスはフィリピン兵を引き協力や敵陣地への破壊工作を展開し、1月には足を撃たれて負傷する。2月3日には胸を撃たれ治療のために抗争された。2月15日、無許可で病院を離れて部隊に戻る。四月初頭、巨大な落石に潰されて重傷を負い、 再び構想された。その後、ワーマスは第二野戦病院に手目を覚ますが、その時点で、すでに病院は日本軍部隊に包囲されていた。ワーマスは捕虜となるまでに少なくとも116人の日本兵を殺害したとされている。1942年1月に主君十字章を授与され、以後はバターンのワンマンアーミーとして知られるようになった。その他に、 金星賞と三つの名誉戦賞賞も授与されている。ワーマスはその後も日本軍の野戦病院で治療を受けた。1942年5月25日に退院し、ニュービリビット刑務所に収監される。依然として、負傷の具合が深刻だったため、いわゆるバターン氏の更新には割り当てられず、鉄道貨車でカバナ三次閣の捕虜収容所に移された。9月、 500名ほどが働いていたバタンガス州、リッパ市の滑走路建設現場に送られる。建設作業の最中、ワーマスラはサボタージュの一環として爆撃機の着陸に耐えられないように滑走路の強度を落としていった。1943年1月、傷が悪化したためにニュービリビット刑務所へ送り返され、4月には刑務所内で捕虜のアメリカ人外科医による手術を受けることになる。 6月、カバナツ収容所に送り返され農場での作業に従事する。農場の労働環境は劣悪で、1944年1月には、ある捕虜が作業中に、給費の中へ倒れ込んでしまった。ワーマスが、日本側の指揮官に労働環境改善を申し出ると、激しく殴打されて、腎臓を損傷し、入院を余儀なくされた。1944年12月、 オロンガポ近くで攻撃を受ける王力丸1944年10月13日にはニュービリビット刑務所に戻される。12月、1620人の捕虜の一人として、いわゆるヘルシップの一隻でもあった王力丸に乗せられた。1944年12月15日、王力丸はスービックアンオロンガポ近くにて、米空母砲ネット所属部隊による爆撃を受けた。 この際に数百人の捕虜が死亡したが、ワーマスは生き延びて、オロンガポに降ろされ、そこから鉄道でサンフェルナンドに送られた。彼の乗り込んだ貨車には160人の捕虜が詰め込まれており、目的に到着するまでの26時間は座ることもできなかった。ワーマスによれば、移動中に死んだ男が彼の足元に倒れており、移動させる余裕もなかったので、到着まで放置されていたという。 1945年1月、台湾島へ向かう河野浦丸に乗せられる。河野浦丸も空母ホーネット所属部隊による爆撃を受けたが、この際の負傷によって、ワーマスは4つ目の名誉戦勝賞を授与されている。台湾島到着後は、日本本土、富山を経由して、満州国法天使の捕虜収容所に送られ、1945年8月に、 侵攻してきた赤軍によって解放された。ワーマスの体重について、対戦初期の計測記録には190ポンドとあるが、ロシア兵に発見された時には105ポンドまで痩せていた。ワーマスは、アメリカ本土へ向かう輸送船マリーンシャーク号に乗り込み、1945年11月1日にサンフランシスコに到着した。帰国後、ワーマスはフィリピン兵の貢献を称え、 私がやり遂げたとされている物事の9割は彼らによってなされたのだ。彼らは世界最高の兵隊だ。私はただ適切な場所、適切な時に偶然居合わせただけなのだと語った。終戦直後、フィリピン人看護婦、オリビア・ジョセフィーヌ・ノーズワールドが1941年12月7日にマニラのグレート・イースタン・ホテル屋上でワーマスと結婚したと主張したために、 ワーマスとの間で論争が起こった。1947年6月4日にジェーンと離婚すると、同日中にパトリシア・スティールと結婚した。1956年頃、デイエビッドという8歳の少年を養子として引き取っている。1948年、カンザス州ウィチタの裁判所で裁判官に選ばれ、1951年には、サッカエルロン・ハバードの逮捕に関わっている。 1957年からコロラド州ジェファーソン軍で保安官を務める。1962年5月1日、横領の容疑で起訴を受け辞職。保安官としては1960年に起こったアドルフ・クアーズ三世殺人事件の捜査に関与している。1960年代初頭にはジュリアという女性と再婚したという。ありがとうございます。